次に吉田恒彦君。吉田恒彦君。立憲民主党の吉田恒彦でございます。本日は貴重な時間をいただきましてありがとうございます。まず冒頭、先ほどの長妻委員の、お話を聞かせていただいてまして、RNA はですね、大臣もご承知だと思いますけど、私もノザンブロッド、インサイチュアハイブリダイゼーション、RT-PCR、自分でやってましたから分かりますけど、本当に RNA 脆いんですよ。 RNS っていうのがもうここにもあふれていて、 RNS に触れると RNA もあっという間にゼロになります。なので思ってらっしゃるより RNA 本当に繊細ですので、先ほどの議論、長妻委員の議論聞いてまして、やはりそこは無効なものを打っては本当にいけないですので、そこは冒頭、大臣よくお分かりだと思いますが、私からもお願いをして質問に入りたいと思います。3月2日のですね、医師の働き方改革に関して質問してまいりますが、3月2日の衆議院予算委員会における共産党の宮本委員の質疑において、大臣は医学部定員の削減について発言をされていました。その中で地域枠と診療科の枠のことも言及されていましたですね。医学部の定員削減を決めたということですが、一方で医師の働き方改革を進めると。でさっきの予算委員会で田村大臣は医師を育てるのには、8年から10年かかって2029年受給が均衡すると、それで2023年がターニングポイントであるという趣旨の答弁をされていたと思います。今回の医療法の改正案では医師の働き方改革が盛り込まれているわけでありますが、このようにですね、医学部を直近で削減すること、医学部転移をごめんなさい、直近で削減することによって本当に医師の働き方改革が実現できるかですね、そういったことも念頭に置きながら質問をさせていただきたいと思います。まず大臣、地域枠を維持すると予算委員会で述べておられますね。今の地域偏在を考えると、この地域枠の堅持ということは、これは当然一定程度評価をさせていただきたいと思います。しかし地域枠って大臣、大学ごとにその運用とか強制力がもう千差万別なんです。真にね、強い強制力を持った地域枠ということにしないと、地域医療を守るという点では意味をなさない可能性が大臣あるわけです。で、例えば自治医大というのは義務年限がありますね。自治医大の義務年限に強制力を増した形にする必要がね、一定程度あるのではないかと思いますが、地域枠の趣旨と強制力について大臣自身がどのようにお考えになるかを簡潔にご答弁いただければと思います。田村厚生労働大臣。今までも地域枠をですね、ある意味こう、自由にとは言いませんけれども、緩く扱ってこられているところもあったので、そこは地域枠はそういうものじゃないですよということを改めて大学の方にはお伝えをさせていただいたということもございました。経緯といたしましては、で今はもう地域枠でですね、しっかり地域に残っていただきたいと、一部は奨学金なんかを使っていただいて、残っていただかなければお返しをいただくなんていうような運用もしておりますけれども、それぞれ入学するときにちゃんと大学の方から地域枠というのはこういうものであるよということと同時に、一方でその地域枠に縛られてですね、自分のその医師としてのキャリアが壊れてしまうっていう、そういうことを恐れられては困りますので、キャリア形成はちゃんとそういうプログラムを作ってやると。で例えばそれによって留学も含めて途中で何かあった場合には、その地域で従事されることも一時的に停止することはこれはあり得るということも含めてですね、しっかりご説明をいただきながら、自分の医師としてのキャリアを形成する上において、地域枠でですね、入っていただいた上で、一定期間地域で残っていただくこと自体の、メリット、先般とか前回の改正でもメリットも作ったわけでございますので、こういうことも十分に理解をいただく中でですね、残っていただけるような、努力をしていくということが必要でありますし、地域枠というものも含めてですね、地帯共闘等でですね、それぞれ必要な医療機地域といいますか、地方に対してその県の中において配分をいただくということもございますから、地域枠でのなんて言いますか、社会的な役割といいますか、担っておる意味の重さ、そういうことも含めてですね、ご理解をいただきながらご入学をいただき、そして学んでいただくということが必要であるというふうに考えております。吉田恒彦君。大臣おっしゃる通りですよね。本当にその意義を、すごく素晴らしい社会貢献でもあるわけですから、そこをやはりもう入学時のセレクションする段階で相当しっかりと、伝えてご入学いただく。ただ大臣、そのキャリアが壊れちゃうとおっしゃいましたけど、例えば自治医内の10年の義務年限を守ってもキャリアは壊れませんよ。留学って話もおっしゃいましたけど、留学別に医者になって10年後からまたすればいいわけですし、
そこはですね、やはり本当にそういうルール国家戦略としてやるんだったら、やはり強い覚悟を持ってやっていただかないといけないし、じゃあ大臣ね、それでこの地域枠の入学する学生さんと全国からいわゆるもうちょっと厳しいセレクションで入ってくる学生さんで学力の差が随分とあるんですよね。ここに関しては大臣どういうふうにお考えになります？このまま放置していいですか？あ、これちゃんとレクしてありますよ。田村厚生労働大臣。まあ、個別具体的にどれぐらい学力の差があるかということをつぶさに申し上げるわけにもいかないわけでありますが、まあ、そういう声は以前からですね、いろんなところからお聞きは正式なルートではなくてお聞きをすることはございました。やっぱりそれでなりやすいという話では困る一方で、やっぱりその地域枠というものを維持しなきゃいけないという問題はあるわけであります。でありますから、まあ、どの枠であろうが枠でなかろうが、やはりしっかりとした学力をつけていただいて、まあ、卒業するときにはですね、また医師国家試験を受けるときにはですね、しっかりした能力のもとで一定の、まあ、質を担保していくということが大事でございますから、それは学校を挙げてやっていただければならないというふうに考えております。吉田恒彦君。まあ、大臣、国家試験は基本的なベースの学力というより勤勉さが大事になる試験ですので、なかなかそこでセレクション難しいと思うんですけど、まあ、分かりました。で、自治医大についてお伺いしたいと思います。3月16日に発表となった医師国家試験ではですね、自治医大は9年連続で合格者 100% を達成していると報道で拝見しました。素晴らしいですね。大学のホームページには全国都道府県ごとに選抜された学生さんが集い、地域医療を担う総合臨床医を養成する大学ですと明確に書かれていますね。そのような地域医療を志す学生を導き、かつ高い合格率を維持している大学の関係者には深い敬意を私からも表します。しかし実際のところ、義務年限の本質というのは、一定期間出身の都道府県の指定する医療機関での勤務により学費の返還が免除されるという中等度の地域枠と、まあ、私は考えますが、本当に過疎地域を含む地域医療を守りたいのであれば、この義務年限をですね、もうちょっと厳格に義務化する必要があると思いますが、総務省いかがですか。渡辺総務省大臣官房審議官。お答え申し上げます。自治医科大学は僻地等の医療を担う医師の養成を図るために、私立学校法に基づき全都道府県が共同で設置した私立大学でございます。この大学の学生はですね、就学資金の貸与を受けて学ぶことになりますが、この就学資金につきましては卒業後原則9年間僻地等の医療機関で勤務することによりまして返済が免除されることとなっていると承知してございます。そしてこの期間中に勤務を離れた場合には就学資金に加えましてこの資金に 10% 乗じた額を大学に返済することとされてございます。またですね、これはソフト面の話になりますが、卒業生、大学、自治体との連携強化によりまして、学内に卒後指導委員会、そして各都道府県に学外卒後指導委員を設置するなど、義務年限履行中の卒業生のさまざまな相談等に対する体制が構築されているところでございます。全然真面目に答えてません。吉田恒彦君。全然真面目に答えてない。聞いてることに答えてくださいよ。そんなことは分かってるんですよ、ね、義務年限を厳しく運用したらどうかと言っているんです。国家戦略でやった わけですよね、この自治医大というのは。そして今回今のようなコロナにおいてもですね、この自治医大出身の、ね、医者がもう本当に過疎地域で頑張ってくれてるんですね。だからやっぱり決まったものはちゃんと守らせるように厳格化したらどうかと私は聞いてるんで、全く違うこと答えられてもこれ時間の無駄遣いですよ。ちゃんと答えてください。渡辺総務省大臣官房審議官。お答えいたします。卒業生が僻地等ですね、義務年限を含まして、一定期間勤務することを確保するということはですね、見学のミッションであるとか、見学の精神やミッションを踏まえ、自治医科大学と都道府県において検討されるものということでございますけれども、今回の議員のご指摘は、地域医療における自治医科大学の担う役割の重要性にご理解あってのものと受け止めておりますので、今回のですね、委員のご指摘は自治医科大学に伝えたいというふうに考えてございます。
吉田恒彦君。ありがとうございます。あの審議官、お金返せばいいって問題じゃないですからね、本当にこれ。医師を一人育てるってことは本当に大変なことですから、ね、あのしっかりやってください。で逆にですね、まあ、医師の地域偏在を抜本的に是正するためにはですね、自治医大本当に重要なんです。だから私自治医大本当に応援をしておりますからね。でその中で定員今123人ですね、これを、まあ、過疎地域を含む必要な枠に関してもちろん自治体等との協議が当然必要になると思うんですが、思い切って、ね、国家戦略として本来はまあ新生時代作るよりこういった自治体の定員を2倍とかね、思い切って本当にあるんだったら6倍、5倍、6倍とかそういった形でね、定員を増やすべきだと私は考えますが、応援の声もいただきました委員からですね、各これどうですか、本当に真面目にこれ考えた方がいいですよ。自治医大の定員を増やすことは人口が減ろうが医師の時給バランスがどうなろうが絶対に有効ですから、どうですか。レクしてある、レクしてあるよ、もう細かくこれ止めてください、止めてください、これちゃんとレクしてあるんだから。質問はどうなんだ、総務省でいいですよ、総務省で、総務省で、総務省大丈夫ですか。これちゃんとレクしてありますから、引きを止めてください。すいません、渡辺総務省大臣官房審議官。これレクちゃんと総務省の方大丈夫ですか。あの自治医科大学につきましてはですね、先ほども申し上げました通り、あの全都道府県が共同で設置した私立大学でございます。あの定員につきましてはですね、その大学の運営のこともございますし、医療政策、といった観点からの検討も必要になってくるものというふうに考えてございます。はい、吉田恒彦君。あの総務省しっかりしてください。私2倍から6倍って数字までレクで言ってますから、なぜお答えに最初なれないかびっくりしました。逆にじゃあ今そういったお話ですが、田村大臣どうですか。これ自治大国家戦略としてやっぱ指揮を握るのは厚生労働省ですから。田村厚生労働大臣。先ほど申しましたけれども、まあ、医師の時給というものを考えた上でですね、今この地域枠も含めて、まあ定員をどうしていくかと、医学の定員をどうしていくかということを議論をしているわけでありまして、あのその枠全体の中で自治医科大学がどうなんだというのはですね、それは検討はしなければならないと思いますが、その自治医科大学自体に関しては我が省の所管ではございませんので、これはちょっとコメントのしようがないということをご理解いただきたいというふうに思います。吉田恒彦君。まあ、あの普通の地域枠じゃないですからね、あの大臣自治医大は本当に医師がいないところの診療をやってくれているので、もう別枠特出しなんですよ。だからここをですね、今のようなあの大臣の答弁になるような縦割りじゃいけないんじゃないですか大臣。ですからここはぜひ田村大臣、素晴らしい大臣が今いらっしゃるわけですから、リーダーシップ首かしげてますが、私もね尊敬してますから、あのリーダーシップ取ってやってください大臣、本当にね、あのお願いをしますここで。じゃあ次いきますが、厚生労働省が、ね、打ち出した今回の医学部定員の削減ですが、じゃあですね、そもそもね、新設医大の開設なんか必要なかったんじゃないですか。2016年4月に東北医科薬科大学が医学部を設置して、東北医科、そうですね、東北薬科大学、ごめんなさい、東北医科薬科大学になりましたね。翌年の2017年4月には国際医療福祉大学に医学部が新設されました。まだ卒業生出てませんよね。でそこで将来的な医学部の定員削減ということだと、何のために大臣新設医大をお作りになられたんでしょうか。田村厚生労働大臣。あの東北医科薬科大学はですね、まあ、東北が非常にですね医師がまあ少ない偏在があるという話の中で、これはもう地域からのご要望だったというふうに記憶しておりますけれども、あの地域に残る医師というものを確保していただきたいということであったというふうに思います。でありますから、あの卒業生のうち過半はですね、まあ遠くに残っていただくというような、そういう計画であったというふうに思います。それから、これ千葉でしたっけ、国際医国際医療福祉大学かな、先生の昔だと思いますけれども、これに関しては確かですね、
国際保険といいますか、そういうような意味で役立つ、そういう意思を要請するということで、海外からもですね、確か生徒さんを募集されて、国際的に活躍できる、もちろん国内で、国内の学生の方々も多分海外で活躍されるということをですね、基本的に認識を持たれた方々が入学をされてきているというふうに考えておりますので、そういう意味では特殊性という中においてですね、認められたというふうに記憶いたしております。吉田恒彦君。いや、そのご説明ではね、十分な理由にはなりません。でも大臣、千葉大ご卒業ですから、千葉の大学忘れないであげてくださいね。千葉大ご卒業ですから。で、大臣、いや、それじゃあね、話無理ですよ。だって東日本全体が少ないんですよ、医学部が。で、例えばここの関東圏だって埼玉なんてもう医師が一番少ないじゃないですか。だから全然それ理由にならないですよ。東北、その東北地方に医者が少ない、他だって医者少ないところいっぱいあって、そうなったら埼玉の方が少ないから、埼玉の医学部1個作った方がよっぽどリーズナブルですよ。で、もう1個、さっきの海外の話もありましたが、逆に今大臣、日本の学生さんがね、医学部が難しすぎることもあるとは思うんですが、海外の東欧なんかの医学部に行って医師免許、 EU の医師免許を取って、日本にまた戻ってきて日本の医師免許を受けるとか、そういうふうにね、もう自然とグローバルな形になってますよね。私もアメリカにおりましたし、そういった中でやっぱりちょっと理由が無理筋だし、どう合理的だと思えないですよ。これやっぱり税金の無駄遣いだと思われるのが普通ですよ。だって卒業生出てないのに、大臣がね、予算委員会でもう医学部定員削減するって言っちゃってるわけですから、これは大臣、ちょっとその今おっしゃるのはもう役所が作った答弁なんで、大臣、多分大臣は分かってらっしゃると思います、私の話の趣旨をね。本当に大臣、もう一回真面目にね、もう大臣、本当に、医師やね、現場の医師からも大臣すごく期待されてるんですよ。そういった中で本当にね、今大臣がお話になった理由がすごくリーズナブルで、莫大な税金を作って2校を作って、かつそれで医学部を削減するっていうね、これは合理的に今の大臣のご説明で通ると思います。本当に。田村厚生労働大臣。今ご承知の通りだと思いますけれども、医学部の定員枠、各大学、地域枠というような形も含めて増やしたんですよね、これ医師が足らないということで。で、それを増やして、今もう3500人から4000人毎年医師が増えていると思います。で、それこれからも継続して今のままだと増えていくわけですよね。で、どこかでやっぱり需給が一致するわけで、それが今2027年、だいたい OECD の平均、なんだ、10万人当たり何人っていう話ですよ、っていう話なんですよね。295人かなっていう話だったと思うんですが、そういう中において、2029年にどうも日本は今の推計でいくと、これが需給が均衡するであろうというご報告をいただいた。その上で、今3500人から4000人増えているものを、これを全部なくすというわけじゃなくて、どれぐらいまで やればいいのかと。で、今いろんなその推計で働き方改革がいろんなことがございますから、そういうことも含めて推計しているわけなので、その上で今からいろんな関係者と話をしっかりと詰めながらですね、最終的に決めていこうという話なので、もともとあった定員枠減らすというわけじゃございませんので、それはご理解いただきたいというふうに思います。吉田恒彦君。大臣ね、で、大臣ね、申し訳ないんですけど、それは数だけ見ちゃってるんですよ。数字だけ、医師の診療科だとか開業医と勤務医、アカデミアの医師のバランスとか、そういうことを考えずに数だけ見てやってるから、それはね、大臣、ミスリードしますよ。需給バランス数字だけでやっちゃダメですよ。だってその後の動向で、診療科、あと勤務医、アカデミア、勤務医、アカデミアはね、大臣、これからもっと減りますよ、今のままだとね。そういう議論をこの後していきますので、大臣、ちょっとね、大臣、本当に聡明な方なんでね、もうちょっとそこね、逆に提言を、そういう受給の分科会にね、今私が申し上げているところを問いかけてください。そこ大丈夫かと、ね、診療科の偏在、一番バランスとしてこれから危うくなるのが、大臣、アカデミア、勤務医、開業医のバランスですよ。数だけで見ちゃダメなんです。だからこのね、受給のこのどうのこうで、大臣、本当しょっちゅうおっしゃるけど、そこはね、大臣、数だけのね、トリックで騙されている可能性があるから気をつけてくださいね。はい、次いきます。田村大臣はまた診療科の枠を作ると予算委員会でおっしゃっていますね。診療科の枠を設けるということはね、これ本当にもう日本の医療界では ある意味パンドラの箱ですよ、大臣。
で、我が国はね、自由開業制ですし、自由標榜制ですね。ね。で、まあ、勤務医と開業医のバランスを取ることは現状の法律ではまあできないですね。で、またね、その中で、各診療科の定員制を設けるということは、まあ、医学部定員を減らすのであればね、かなり、重要な問題として今後起こってくる可能性があるんですが、まず聞きたいのは、大臣の発言というのは、現在の自由標榜制をやめるということなのか、イエスかノーかだけで答えてください。田村厚生労働大臣。まあ、外科医がですね、今までずっと内科を見てきた人に、それは内科見ちゃダメよなんていうつもりは全くないわけで、それはやっていただければいいと思います、やる能力があれば。それと全般、まさにその診療科の偏在があるっていうのは、まさに私が今言ってることなので、それをなくして、ただ単に時給だけ見てるわけではございませんし、もともと前回の大臣の時に、ちょうど専門医機構がいよいよ動き出すという時に、あえて私、専門医機構タブーだったんですけども、あなた方が診療科をちゃんと調整してもらわないことには、日本の医療は偏在が治りませんよということも、大臣としては本来言ってはいけなかったことなんでしょうけども、これ、会長さんにもお話しさせていただいた話なんです。ですから、それも含めた上で、これからその専門医をいろいろと育てていく中においてですね、都道府県でありますとか、その中の診療科等々、それぞれ研修で受け入れていくわけであります。その時のですね、シーリング枠というものをですね、しっかり お作りをいただいて、そして専門医というものを必要な方々をですね、お育ていただきたい。これは私が前回大臣やってる時よりかはですね、さまざまな医療関係者の方々は理解はかなりしていただいているんだというふうに思います。ですからそういうところを共通の理解をいただきながらしっかりと進めていきたい。あんまり強引にやりますとこれまたハレーションが起きますから、そこはしっかりとご理解をいただきながら進めてまいりたいというふうに思っております。吉田恒彦君。はい、大臣ありがとうございます。まあ、イエスかノーかだったんですけど、だいぶ丁寧に説明いただきました。ありがとうございます。ちょっと確認ですけど、自由標榜制だから大臣おっしゃったように、このまま、維持されるということですよね。さっき、外科の先生が内科やろうが、能力があれば大丈夫だとおっしゃっていただきましたから、例えば中島先生、内科医ですけど、明日から産婦人科医やってもいいわけですよね。能力があれば、大丈夫ですよね。わかりました。でそれでね、大臣、診療科のことはよく大臣ご理解いただいていること、今、ご開示いただきも分かりましたが、診療科の枠をね、仮にうまく作れたとしても、アカデミア、勤務医、開業医のバランスが取れない場合に関しては、今もだいぶバランス悪くなってますよね。地方のね、先生のご地元も郡部、松坂とかあちらの方を含みますよね。地方の総合病院から特定の診療科が姿を消す可能性が高いと思います。このままやっちゃうと、医師を減らして、開業医、勤務医、アカデミアの数のバランスを取らずに、診療科の枠だけ決めていった場合ですよ、と仮定した場合、例えば精神科とか、今、だいぶだから姿消してますよね、精神科、皮膚科、耳鼻科、眼科等は、その可能性あるんですが、それで大丈夫だとお考えになります？田村厚生労働大臣。これ言われる通りですね、勤務医と開業医の方々のバランスというのはよくお話を聞く中で、じゃあなぜ開業されたんですか、いろんな理由あります。でその中の一つは、やはり勤務医が非常にある一定年齢を超えていくと厳しいと、働き方が。若い頃はそれでいろんなことを学びながら、モチベーションを持って やれてきたけれども、一定年齢になってくると、そのモチベーションを維持できるだけの働き方ではないというようなご意見、これも一つであります。で、そういう意味も含めて、やはり勤務員の方々の働き方を変えなきゃいけないということで、今般の法律になってきておるわけでありまして、長時間労働をしっかりどう是正していくか、その中でですね、やっぱり人間らしい働き方にしていかなきゃならんわけでありまして、そうなってくればですね、そうやっておっしゃられている方は、勤務医としてですね、やりがいのある仕事をそのまま就きたいという方々も残ってこられると思いますので、これも一つの方法であろうというふうに思っております。吉田恒彦君。大臣、おっしゃる通りの部分もあるんですが、大臣、違いますよ、勤務辞める理由はですね、金銭面が大きいんです、給与がやはり足りないと、開業になった方がね、やはり世帯としてのその暮らし方が良くなるということで、
一生勤務やっていきたいと思ってても、大体そうですよ、私の知り合いの外科医なんかでも娘さんがフィギュアスケートやるからもう開業するとか、そんなんばっかですよ。いや本当にフィギュアスケート、いや私実際にこれもう膵臓がんとか肝胆膵のもう有名なね、あのすごい素晴らしい外科医が娘さんフィギュアスケートやる、あごめんなさい、娘さんがフィギュアスケートをやりたいからそのお金が捻出できないからもう開業するとかをよくある話、ごめんなさい私の言い方がちょっと悪かった、そういう話です。だからその要は金銭的な理由で本当に勤務医を一生続けるの断念される方はね、大臣すごく多いです。それで、ね、大臣ね、もしあれだったらアンケートとか取られるといいですよ。働き方改革だけでね、全くこれ解決をされません。私もずっとこれ言ってますけど、なかなか厚生労働省さん医者の給料上げるのが嫌なのか、ね、本当にこれやっぱりね、その働きに応じたやっぱり収入だって、アメリカと日本って全然違いますよ。アメリカって例えばもうフェローになると大体4000万ぐらいもらえますよ、うん、4000万、国会議員の給与の倍ですよね日本、まあ単純には比べられませんけど、まあ給与、いやでもね先生、一般的に医師は MD は全て給与高いですよ、どの科でもね。でもうトップクラスだと、もう大学の教授が私の言ったジョンズ・ホプキンスだとやっぱり1億はもらってますよね。だからその、まあ、最低1億ですよ。そういったことでね、やはりちゃんとその辺もう一回待遇改善をしっかりとやっていかないと、要は本当ね、一生勤務医をやってくれる大臣医師って国家の宝でもあると思いますよ、本当に中核病院で。でそれは働き方よりも年齢上がってくると働き方は楽になるんですよ、大臣部長とかになると。研修医の時ほど、研修医ってのはもう本当に我々も寝ずに2日3日、ね、役所の皆さんと一緒で働きますから、そこを、ね、しっかり考えていただきたいことと、あとさっきシーリングの話されましたけど、シーリング専門医制度や各診療科にある程度やっぱりそれは独自性を持って、ね、プロフェッショナルオートノミーで任せると思うんですけど、アメリカは結構成績で決まっちゃうんですよ、成績とインタビュー、成績とインタビュー、 USMLE の特にステップ1の点数が大事で、あとインタビューでどれほど自分が魅力的な人材かということをしっかりアピールして、それはもういろんな門地絵柄も実はアメリカはかなり関係あります。で何をもってね、大臣その診療科、例えば適正枠が決まっちゃった場合に、何をもって適正として医師のね、その診療科各医師を当てはめていくようとお考えなんですか、大臣は。全部もうこれはあれですか、専門医制度にお任せですか。田村厚生労働大臣。そこは専門性の中でやられている話でありますので、まあ、我々が、まあ、一定の方向性といいますか考え方はそれをお示しをさせていただいておりますけれども、中の評価等々に関してですね、我々が口を挟む、特に大臣が口を挟むという話ではないというふうに考えております。吉田恒彦君。じゃあお任せということですね。はい、わかりました。そこでですね、ちょっと政務官、文部科学省、ワニム政務官来ていただいてます。ちょっとこれ一問だけこの前の続きで確認させてください。内閣委員会でね、アカデミア勤務医、そしてまあ研究員の待遇改善とか経費の控除の問題取り上げました。でその時にね、ちょっとちゃんと大臣お答えいただけなかった、審議官もちゃんとね、レク通告しといたにもかかわらずお答えがなかったので、ポスドク問題の待遇改善の問題です。簡単に申し上げますね、もう一度繰り返しになりますが、学会とかね、いっぱい入ってるわけですよね、研究者って。でこれは国内国際学会さまざまあって、まあ、旅費と参加費なんかは科研費で出すことが結構やされるんですけど、年会費がかなりやっぱり重い負担になってて、この年会費は国際学会だろうが全ての学会が全部、科研費から拠出すること可能ですね、簡潔に。ワニブチ文部科学大臣政務官。お答えいたします。国際学会の年会費を科研費から支出することにつきましては、当該学会の活動に参加することが科研費の研究の遂行に必要であるならば支出が可能でございます。吉田恒彦君。はい、ありがとうございます。じゃあ政務官ちょっとお願いですけどね、もう繰り返しになりますが、ちょっとまあ一言答えてほしいですけど、これ逆に科研費ない若手研究者だと控除とかにやっぱりしてあげた方がいいと思うんですね、税制上の。そういったことを文科省財務省さんとね、折衝していただくような、そういったお心づもりないですか。この前内閣委員会ではかなり与党の先生方も賛同していただきましたけど。
ワニブチ文部科学大臣政務官。ご質問ありがとうございます。今後とも研究者の負担軽減に総合的に取り組んでいきたいと思っておりまして、本日の委員のご指摘も踏まえまして、政府におきまして他の特定支出控除との関係やバランスといった論点の整理などを踏まえてしっかりと検討していきたいと思っております。吉田恒彦君。文科省の方には、お伝えしたんですが、昔与党時代に、鈴木官副大臣が私同じ質問したら答弁で特定控除になりますという答弁しちゃってるんですよね、実はしちゃってるんです。そしたら後でどうも財務省からなんか言われちゃったみたいで、議事録明確に残ってますからね、いい答弁だと思ってみんな拍手してたら実はちょっと違ったな、がっかりしたのでぜひここは実現政務官ちょっと頑張って、で、あ、もう大丈夫、ちょっと時間ないんで次行きたいんでごめんなさい。で、田村大臣に引き続き行きますが、我が国もアカデミアの意思を増やすってさっき議論したじゃないですか。そこの中でやっぱり欧米並みに国公立大学でも各診療科にチェアマン制度、主任教授制度にして複数の教授が存在できる形にした方がいいと思います。そうすると大学っていうのは不分立で一旦教授になると一生その大学に入れるんですよ、自分が辞めたいと思う。ただ准教授とか助教講師だと、いつかどっかお前行けって言われて人事異動を乗せられると、で、開業しちゃったりなんていうことがあるので、一生勤務医を続けるためには現実的にこの国公立大学でやっぱり万年助教授とか万年准教授今だとこれで残るの不可能なので、私立だと第一教授から第五教授までいたりとかそういう形もあると思うので、ここが国公立と私立の大きな相違点になっていて、今の時代の国公立大学の医学部の飛躍を妨げる原因にもなっているので、こういったチェアマン制度を導入して大学の人的充実を図るべきだと思います。これ大臣じゃなくて文科省ですか ね、ごめんなさい。じゃあ文科省どうぞ。ワニブチ文部科学大臣政務官。お答えいたします。国立大学の教員数やその職位構成を含む人事計画につきましては、各大学がその教育研究機能の維持向上の観点を踏まえて自主的に取り決めるものとされております。このように文部科学省が個々の大学における常勤教員ポスト数を増減することができる仕組みとはなっておりませんが、文部科学省としましては各大学がその判断で優秀な教員を確保することで継続的安定的に教育研究活動が実施できますよう基盤的経費の確保にしっかりと取り組んでいきたいと思います。吉田恒彦君。政務官、残念なお答えですね。じゃあじゃんじゃん運営費交付金出せばいいんじゃないですか。そうすると教授必然的に増えていきますよ、当然です。これね、でもう少しもう時間ないで貴重な話なので、これで医師の働き方改革すごく関係するんです。大学のアカデミアのポスト増えれば全然違いますよ。本当に臨床をたくさんやる教授、教育熱心、情報 IT 関係強い教授、そして研究を熱心にやる教授、そういった、これアメリカなんかだと当たり前なんですよ。で、日本は本当に研究臨床教育と三足のわらじを履かせすぎなんです。だからもう世界との教育勝てないんです。だからチェアマン制度絶対やった方がいいし、あと PhD、 アメリカだと MD、 純粋な MD がいて MD プラス PhD っていう人がいて、 PhD、 純粋な医者じゃない PhD、 この3社が有機的に連携を取って医学部研究ってどんどん進むんですよ。はっきり言って純粋な PhD には MD は同じことやってもやっぱり研究の質とかいろんなもんでかなわない場合もある。日本はスーパーマンみたいなすごい人もいるので、山中先生みたいにね、そういう人もいるんですが、 PhD のポストがないんですよ。例えば私はもう内科でも医師の教授からさっき言った複数の教授の中で PhD の教授も入れた方がいいし、昨日レクで話した方が1割程度って言ってても、これ解剖とか全部入れて1割しか PhD のポストがないんですよ。つまり基礎医学だともう終わりますのでね、まとめて、PhD 教授だけ MD であと全部 PhD というところもありますので、臨床ではほとんど PhD 皆無なんです。臨床 の教室に PhD のポストを作る、ないしは PhD の教授をどんどん入れていく、これやらないと日本の医学部教育は少なくとも最近話題に出るハーバードとかジョンズ・ホプキンスとかオックスフォード、ワクチン開発入ってるオックスフォード、こういうところとの競争には絶対勝てないんですけど、政務官大丈夫聞いてます？ちゃんとしっかり答弁くださいよこれ。ワニブチ文部科学大臣政務官。すみません、お答えいたします。
医学分野におきましても、工学や情報学など医学以外のバックグラウンドを有する教員が医学分野のポストで活躍することや、医師免許を有する教員と連携することは医学のさらなる発展のためにも重要であり、文部科学省としましても他分野との連携を促すための事業を実施しております。文部科学省としましては、これらの取り組みを通じまして引き続き大学における PhD 取得者の活躍促進の取り組みを促してまいりたいと思います。まとめます。吉田恒彦君、まとめますが、もう一言だけ。本当に欧米から優秀な学者、日本戻ってきたときに困るのが、PhD 雇用するポストがないということなんですよ。ブレインサーキュレーション、文科省頑張ってますよね。ブレインサーキュレーションさせるためにも、これ、本当やらないといけないので、またやりますので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。次に西村